皆さんこんにちは。今日通信販売で、携帯電話ね、スマートフォンの、マウント、バイクにつけるマウント、いいものを見つけたんですね。ちょっと探していたのは、まあ、こういう感じかな。こういう感じで、グリップ、ね、私のアドレス V100 細いので、ハンドルにつける部分がないんですよ。で、いろいろ、試行錯誤してやってたんですけどね。グリップをこの間交換したんですけど、これだけちょっとね、1センチほど後ろに後退すれば、これがつけられるんじゃないかなと思ってるんですよね。はい。そうすればね、マウントが使えるのかなと。で、どういうものかというと、なんか、英語で全然わかんないですね。なんか、日本語で書いてあるといいけど、書いてないですね。はい。で、オールアルミ製なんですごい軽いです。はい。で、ちょっと組み立ててみましょうかね。で、これがこっち側、後ろ、ハンドルの裏側。はで、パーツが。こんなのがついてます。六角レンチといいね。なんだろうこれ。なんかね、なんかに使えそう。あ、これ、ここにつけろってこと？スマートフォンの、これかな。あ、これ ABC って書いてあって、ん？これ多分、まあいいや、スマートフォンを直接挟むんじゃないんだな。で、こうか。こうなってて、あ、ネジはこっち側についてるのね。だから、これはこうつけるんですね。M6 かな？でね、こういうね、ネジの精度がよろしくないので、ダメだ、入ってかない。ネジの精度がよろしくないので、丁寧にね、回していかないと入ってかないな。ほら、硬い。ネジの精度が悪い。こっちは取るな。ネジの精度が悪いんだよね。取りますね。まずこれを仮組みして、それから V100 のところ行きましょう。多分ね、こうだ。ネジのね、精度が良くない。で、まあこうですね。で、これが、ハンドルのサイズによってはこういうアタッチメントをつけて締め上げるってこと。ちょっとね、バリ出てんね、これ、バリがね。ほんとね、精度悪いな。まあこういうもんですね。はい。で、これはいいや。で、これが、開閉して、伸び縮みね。六角レンチ二つついてんだな。もう一個は何だろう。あ、これか。で、これで回転ね。横向けるとか。横向けるとか。横向けないんで締めておきましょう。あ、縦使いね。あ、これね。縦使いができるよと。で、ぐっと締めておくと。あー、これね。縦使いね。縦使いの方がいいかな。こうな。で、スマートフォンを挟んでみましょう。ちょっと待ってくださいね。私のスマートフォン。ちょっと充電中だったんで。で、これがこう挟まるわけね。ああ。動かないよ。あ、抜けちゃうか、下に。縦使いは、こんな感じですね。縦使いは、あんまり良くないね。これだったら横向きにしといた方が安全だ。だからこうだ。こうね。
これね、こういう向きやけど、こういう向きで下からこう、こういう感じですね。あ、どちらかというとこうかな。こうかな。こうか。充電するからね。うん。でも動くね。これバネがついてないから、ダメなんだ。うん。まあ一応、ぐっと握っていく感じですね。これで、ハンドルを、こう持って、運転すれば運転できるね。はい。じゃあバイクの方にね、ちょっと装着しに行ってみよう。一回行きます。ではね、取り付け作業をしようと思います。はい。例のね、マウント。これを、簡単に言うとね、こうつけてしまう。というと、指痛めそうですよね。だから、グリップをちょっと下げる。この分だけ下げたい。この分だけ下げてみて、ね、このグリップのこのカバー、ハンドルとカウンに当たるところね、これを、との間に隙間を作りたいんですよね。それにはどうするかっていうと、グリップ交換の時に紹介したパーツクリーナーですね。パーツクリーナー用意してみました。これ。ね、ブレーキクリーナー、これを流し込みます。そうすると瞬間的、一旦瞬間的にね、緩まるんですよね。はい。でもね、結構むずいかな。新しいからね、装着したばっかりだからね、入ってかねえかな。入っていくスペースを作んなきゃ。ノズルが、ノズルが入っていくスペースを作りながら、そんなスペースはできるのかという。いて、手がいて。大抵はもうこれ切っちゃうんですよね。ハンドルを、このハンドルのゴムをね、諦めて捨てちゃうんですけど、ダメだ、行かない、互換。できたらこれ手前に下げたいですよね。力ずくで引き抜く。ちょっと一回止めます。長くなるので。グリップを動かしていくのは諦めました。ちょっとしんどい。ので、これを、これで、固めちゃいましょう。これで締め上げておく。じゃあ、ダメだ、これはいかん。あ、外だったらどう？あ、ダメ、落としちゃう。こうだね。どうだろう、これだったら一番いいのはね、だからまた今度このこれを交換する時が来たら、あ、やってみましょう。多少ね、傷つくかもしれないけど、工具を持ってきました。これで掴むと、動く。さっきの流し込んだやつ聞いてきてるな。あ、ね、どうだろう、場所が作れたか。あ、作れた作れた。
一応開きましたね。さっきのパーツクリーンが効いたんだ。じゃあね、これを装着してみましょう。ここだけ浮く。で、上側をまだ狭いかな。あ、まだ狭い。もうちょっと。よいしょ。あ、気づいちゃったかな、だいぶ。どうでしょうか。これで。どう。あ、いいかも。裏返して。なかなか通らない。で、六角レンチの登場です。これで締め上げていく。不器用ですね。指で回んないんだね。この六角レンチは多分車載工具としてずっと必要になっちゃうかも。走行中緩んだりとかねしちゃうと思うので、しばらくはねというようになろうかと思います。楽になったらいいんだね。あ、閉まってきましたね。で、起こし上げます。こんな感じかな。ハイビーム、ロービームはうまく使えなくなっちゃう。どうなの？ウインカー。この位置になっちゃうの、これ。そうか、じゃあこうだと。うん。あ、これ、ここが限界かな。はい。じゃあ最終的な。見やすいかどうか。あ、いけるね。で、なるべくボディ側に近づける。あ、少し動きますね。こっちが緩む。ハイビームロービームが押しにくい。そもそももともと押しにくいですよ。
そう、もう動かないようにね、しっかりと締め上げます。近づけます。グリップをね。深く入れなきゃ。またこれが入らないとね。圧着できたんじゃないかな。どうですか、ね、はい、着きました。よいしょ、ちょっと片付けで、これ六角レンチはちょっとね、支え工具入れときましょう。支え工具空気入れる時のパーツと一緒にしておきましょう。最終的にスマホをセットして、多分ね、こういう、ただちょっと首振るよね。首振んないようにちょっと、もうちょっとしっかり締めよう、ね。まあ、こんな感じですね。こんな感じできました。でスマホを外します。こんな感じ。まあ、もともとスマホマウントあるけどね。はい。で、しばらくね、両方使用してみたいと思います。できました。